はい、喫煙動画を始めていきたいと思います。今日はね、セブンスターをまた、証拠にもなく、ね、まずいまずいと言っときながらね、セブンスターの、まあ、あれですね、ソフトパッケージです。オリジナル、ソフトパッケージ。買ってきました。タールが14ミリのニコチンが1.2ミリのタバコです。こちらね、まあ、前回4ミリのやつ吸ってまずかったと言って、もしかしてね、もしかしたら、うまくなってるんじゃないかと思って、ソフトパッケージの、まあ、オリジナルの方を買ってみたわけなんですが、さあ、ね、吸っていきましょう。ちょっとね、香りが、なんか、気にはなるんですけど、ちゃんと結構美味しいですね、やっぱね。なんか、ボックスが悪いのかな？ソフトがいいのかもしれないですけど。今度またボックスのやつ買ってみて。それとも当たりが悪かったのか。ちょっとわかんないんですけどね。ソフトとボックスで結構味が変わったりするんで。やっぱボックスの方が密閉されてるから、香りが強いんかもしれないですね。ちょっと、なんか前、まあ昔、5年前ぐらいに、吸ったのに比べるとちょっと美味しくはないんですけど、それでも、まあでも十分美味しいかな。ちょっと香りがね、なんか、あれですけど、セブンスターは結構コクがあって美味しいんですよね。コクがね。ちょっと、まあ、やっぱ昔のやつの方がコクがすごいあって美味しいなっていうタバコのなんか、ほろ苦いコク、うまさみたいのがあったんですけど。まあでも、4ミリに比べると全然美味しいですね。これね。セブンスター。さすがソフトパッケージ。セブンスターの最初に発売された。マニトーオーガニックしゃ、あれ、復活したんだ。マニトーゴールド。ああ、これ吸ってみたかったんだよ。手巻きのマニトーゴールド。と、オーガニックと、あと、ブルー。復活したんだ。やったー、今度買おう。このマニトーゴールド吸ってみたかったんだけど、結局吸えずじまいで終わっちゃったんだよね。でもやっぱり、あれなんだ。発売されたんだ、マニトーゴールド。再販されたのか。人気がありながらもカビが頻発したことに、日本では、頻発したことで、日本ではしばらく販売を停止していたマニトーシリーズが、この度復活しました。30g で800円。
やった、復活した。これ吸ってみたかったんだよ。今度買ってこよう。マニトーが、これいつ発売したんだこれ。1月8日発売だからもう発売してるの。従来より 5% 水分量を控えてあると。ので乾燥してますと。よかったじゃん。マニトーゴールドがバージニア3種類とギリシャのオリエントブレンド。無添加。で、マニトーオーガニック。これ 25g なんだ。オーガニック 100% のバージニア。で、ブルーが、バージニア3種類のみのブレンド。で、マニトーのゴールドの 80g も出てますね。2100円。とりあえずマニトーこの全種類の吸いたいな。これな。ああ、うめえ。やっぱハイボールは、焼酎ハイボールドライに限るぜ。ということでね、セブンスター、美味しくなってました。まあ、今度ね、ボックスも買ってみたいと思います。これ美味しいです。ただ、まあ、昔よくは美味しくなくなってるんで、まあ、四つ星ってとこでいいでしょう。四つ星です。ご視聴ありがとうございました。